いつになったらお姉ちゃんみたいに背が高くなるんだろう。ミュージックスタート。必要はない。あとはこちらに任せてもらおう。お、勘がいい。でも気づくのが遅すぎた。イザードだ。砲塔団を代表して礼を言う。道案内ご苦労さん。そんな、おかしい。オイラたちこっそり動いてたのに、お宝の情報はどこから漏れたんだ。ふん、でもオイラは諦めないぜ。おい、見くびってもらっては困るよ。俺の号令一つで外で待機している仲間が入ってくる手はずになってる。俺と違って話が通じない奴らでね。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとはもうモンドの牢獄内でしか会えないからな。もちろんすぐにお前も再会させてやる。その牢獄の中でな。騎士団だと。うわ、ガイアだ。ガイア、こいつお前のお宝を狙ってるみたいだぜ。早く捕まえろ。あとちょっとだったというのに。ほう、お宝。悪いがここにお宝なんてないぜ。無駄足ご苦労さん。おとなしくお縄につきな。え、お宝が今、お宝がないって言ったか。やられた。騎士様も汚い手を使うんだな。盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、ちょっと待て。おとなしく捕まってたまるか。なんだこれは。わざとじゃないんだ。面倒なことをした。おい、騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。待った、分かった。ちゃんと罪を認めるから早く助けてくれ。交渉成立。
少し残念するか。まさか騎士団に助けられるとは。情けない。約束はしっかり守ってもらうぜ。さもなくば今のよりもっと恐ろしい目に遭わせてやるからな。おい、犯罪者への扱いがひどすぎないか騎士団。冗談だよ。さてこいつをモンドへ連行しろ。はっ、ガイア隊長。隊長、この二人も連行しますか。何？必要ない。二人は今回の功労者だ。こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に砲塔団を捕まえられたんだからな。うーい、嘘つき、嘘だらけの悪人、騎士団の恥さらし。ストップストップ。わかったわかった。お宝は嘘だけど、お前だって一瞬独り占めしようと考えてただろう。でないとなんで俺に報告もせず先にここに来たんだ。行こう、こんなやつもう知らない。まあまあちょっと待ってくれよ。今回の件は二人のおかげで助かった。礼はちゃんとさせてくれ。この件は夜を切り裂く勝利への不都合神剣。名前の通り光と勝利を象徴する剣だ。この黎明の神剣は俺個人が大切にしているコレクションだが、これでよければ謝礼として二人に譲ろう。黎明の神剣？そうだ、話のわかるパイモン殿にふさわしい剣だろう。まあ俺がその黎明の神剣だ。分かってくれるな。お前たちのような優しい友人を持った俺は下方者だ。なあ、うん、今回の件は本当にすまなかった。でも安心してくれ、同じことは二度としないと誓うよ。そういえばお前たち自力で謎を解いてよくここまでたどり着いたな。あの手がかりもお前が仕込んだのか？そうだ。でもあの曖昧なヒントじゃお前たちにはちと厳しいと思っていた。だからいつでも解説する準備ができていたっていうのに。まあ今回の件で唯一俺の予想外だったことだ。ヒヒン、あんなの大したことなかったぜ。何はともあれお前たちの知恵を認めよう。知恵は嘘をつかないからな。知恵を使って人を騙すやつもいるけどな。楽しい一日だったよ。それじゃ俺は帰って、奴ら今日はここで失礼するぜ。また騎士団に会いに来てくれよ。じゃあな。